屋の高評価レビュー商品をまとめて使ってみた結果、まずは携帯電話ホルダー、不思議な形をしたキーホルダー、広げるとスマホスタンドになるんです。これすごいのがひっくり返すと縦置きにも使えるの。こんなに薄くて小さいのに優秀。キーホルダーとして持ち歩いていつでも使えるよ。高評価納得の1。これは分別用バッグ、広げると30リットルのゴミ袋がちょうどいいくらいのサイズ。間口が広くてゴミを入れやすいのと、目隠しの蓋もついてるのが嬉しい。とってもあるからそのままゴミ捨て場まで持っていけるのもありがたい。洗濯物入れにしてるってレビューもあったんだけど、確かにそれもあり。ちなみにネームシールもついてました。複数使うときにこれは助かる。お次はシェーカー。蓋が回して閉めるタイプじゃないから密閉度が不安だったんだけど、とっても漏れずに使えました。でもさすがに逆さにしたら盛大にこぼれた。ホットケーキを作りたいってレビューを見たから挑戦。少しダマは残ったけど十分ありなんじゃないかな。何より普通に作るより手間も洗い物も少なくて済む。重りと注ぎ口があるからお料理にも使えるし、小物収納もできるし、思いのほか万能でした。お次は野菜水切り。いろんなメーカーから出てる定番調理グッズだよね。 IKEA のはレタス半分くらいが入るサイズ感。片手を添えて持ちやすい出っ張りがあるのが地味に良かった。シンプルな作りだからそのまま食卓に出してもいいかも。最後は椅子の形をしたフック。固定すればいろいろなものを引っ掛けできるんだけど、ネジは別売りだったから注意して。穴を開けるのはちょっとっていう人はインテリアに使うのもあり。試しにハロウィンの人形を乗せてみたらとってもいい感じだったよ。試した結果どれも高評価納得の商品でした。他にもおすすめがあったらぜひ教えてね。